見てんじゃねえこの野郎。怪盗さデッドボールの怪盗銀次郎三丁だ。10月14日池袋アダムをジャックするぜ。まあ、怪盗万博は年に1回秋にやってるんですよ。で今回はテーマを北海道に絞ったのは、まあ俺がまあドサンコっていうことと、北海道ってめちゃくちゃいい音楽やるやつ多いんで、もう東京北海道にしようと。必ずバンドのメンバーに北海道いるんですけど、北海道の熱い音楽を、寒いから熱い音楽をやる。開拓者の血が流れてるんですよね。東京出てくることを脱北って俺は呼んでるんですけど、今でこそこう飛行機安いじゃないですか。出したら1万切って出てくるけど、俺らの時はもう片道4万とかそんな時代なんで、もう出てきたら戻ること考えてないですよね。そういう思いで、そして今50過ぎちゃいましたからね。まあ気持ちはまだ北海道人ですね。なんで東京にいるのにそこまで愛がある？流れる血ですね。道民は当然来てほしいっていうのもあるんですけど、やっぱり北海道以外の人に北海道の音楽を知ってもらいたいんで。あとは俺めちゃくちゃカレー作るのうまいんですよ。スープカレーですか？スープカレーじゃないです残念ながらスープカレーじゃないですスープカレーじゃないですけど、あのアダムから徒歩1分ぐらいのところにロアンディシーというバーがあるんで、そこで怪盗銀次郎カレーを販売しますけど、なんとそのイベント半券を持っていくと850円のカレーが100円で食えるという。おお、やばい。これすごいでしょ。このカレーに北海道要素があるんですか？ロアンディシの店主のけなこさんも北海道出身なんですよ。全部今回協力してる出演者全部道民の地が集まって。東京に出てきて一番苦しいな。お金ない時いっぱいあったけど、あの家の家賃の2年おきの更新料みたいな、あれないから北海道。プロとかもないんですか？ない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 。想定外のお金ってどうしたんですか？ちゃんと働いて怪盗なのに働いて銀次郎さんはどんな音楽を目指してるんですか？あ、俺はね、もうびしょびしょになる音楽だね。ギンギンびしょびしょになる音楽を。そのびしょびしょってあれですよね会場中は大丈夫なんですか？北海道って梅雨ないんですよ。その日ばかりはびしょびしょで梅雨入り宣言だね。音楽にもう全部、お話もそうやけど、お話はまあ俺の場合は MC って言わないでピロートークって呼んでんだけど。曲作る時とかはどんな時曲が降りてくるんですか？いや、曲はね、降りてこない。曲っていうのはしこって出すぐらいの絞り出す。やっぱ想像だよね。想像が最高で、もうライブ来る時はもうハートにセコムしてこいよと。まあ14日を楽しみにしてくれ、オケベベー。